ダーク・ヘイハーストは、アメリカ合衆国、オハイオ州カントン出身の元プロ野球選手。右投左打。ヘイハーストの投球ケント州立大学では、先発投手として、通算24勝。2003年のドラフト8巡目で、サンディエゴパドレスから指名され入団。2008年8月23日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューし4回3失点で敗戦投手となった。当初は先発要員だったがメジャー昇格後2回の先発でいずれも打ち込まれたためブルペンに降格した。結局2008年は0勝2敗、防御率 9.72 という成績に終わった。シーズン終了後の10月6日にウェーバー公示され、トロントブルージェイズへ移籍した。2009年2月10日に、ブルージェイズがマット・ブッシュを獲得すると、ロースターに空きを作るために、ヘイハーストは一旦解雇されたが、その3日後に新たに、ブルージェイズとマイナー契約を結んだ。開幕は、AAA級ラスベガスフィフティワンズで迎え、7月になってメジャーへ昇格した。7月は12試合に登板して、防御率 1.72 と好調だったが、故障者リスト入りしていたスコット・リッチモンドの復帰に伴い、マイナー A と降格した。その後、9月にロースター枠が40人に拡大すると、中継ぎ要員として再びメジャーに昇格した。2010年は肩の故障で全休。2011年はタンパベイレイズとマイナー契約を結んだが、メジャーに昇格できないまま8月29日に解雇された。その後、現役引退を表明し、トロントのラジオ局で野球解説者となった。球種は多彩で速球の他にスライダー、カーブ、チェンジアップ、カッター、ツーシームを投げる。先発とリリーフの両方をこなす。ブルージェイズ移籍後はリリーフで起用されている。ありがとうございます。